いやしかしなんか情緒がね、うん、お土産屋さんが結構いろいろあって、まあ、大概こういうとこ来たら情緒がって言うんですけども近鉄だとかありますよ。でも人がいませんね。どうもおはようございます。おはようございます。いやいいですよ。ありがとうございます。どうもどうもどうも。先生すいません、先生の言うこと聞きなさい。聞こえてください。はい、ありがとうございます。いやー気が使った何テンション上がってるあんな求められたからさ、全力でやっちゃった。江口君、はい、さっきの子供たちの凄さを何ていうか知ってるか。学級崩壊違う、元気がいい子供たちだよね。宮島って島ですよね、うん、島にこんなしっかりした商店街が。いやすごいね。ですね。ただ樋口君、ちょっとお時間の方ですね。え？お時間のがないんですよ。いやいや、まだあるでしょ、全然。ちょっと帰りのフェリーの時間とかも決まってるんで、まあ、商店街レポートはいいんですけど、ちょっとだけ急いでやらせていただきます。まあまあ、じゃあね。というわけで恒例のちょっと急いだ商店街レポートいきますよ、はい、時間ないんで、すいません、はい、いきます。あ、いやーね、もう大丈夫、大丈夫。穴子飯がね、やっぱりもみじまんじゅうをこうやって作るんですね、広島やから。中学校ね、1割目やっぱ広島言うたらもみじまんじゅうですからね。焼き牡蠣、これ焼き牡蠣ね、いろんなところにありますけどもね。いや、情緒のあるね、商店街ちょっと入りましょうよ、ちょっと握り店、美味しそう。ありがとうございます。あ、一口とか入れて、あ、顔入れるやつ、ちょっと顔入れますね。入れたいもんですね、ほんまね。入れましょう、山田や、山田や、同じ名前。ここもソフトクリームとかね、ソフトクリームが美味しそうですよ。あ、ここもまみじ、あ、クリームチーズ、ね、さっきまにしもみじまんじゅうはね、しゃもじ、あ、やっぱしゃもじ、あ、しゃもじがいっぱいありますけど、カレーライス、カレーライス、しゃもじがいっぱいありますけど、名物なんですか、これ。お好み焼きがあるんじゃないですか。広島風のうわ、もうあれは、ちょっと、そこも寄らないのね、ちょっと、力が強いよ、ちょっと。やっぱり牡蠣ね、牡蠣は押してるんですね。ありますね。あ、体験参考みたいな。ちょっと待って、俺生牡蠣大好き。生牡蠣大好きですよ、僕。取らないこと生牡蠣、飲むことが分かんないじゃん。あ、栗がある、栗。あ、どうもどうも。ソフトクリームありますけどもね。初日です、ソフトクリーム。ケーキ屋さんもあるんだ。ケーキ屋さんもあるんですね。もみじ店って何ですか。これ見てください、伝統工芸品のなんかハンカチとか。あ、これ欲しい。綺麗ですね。のね、嫁に買っていったら喜ぶな。買いに行きましょう。お母さん、こんにちは。すいません。あ、こちらのもみじまんじゅう。うわぁ、すげえ、でっかいしゃもじ。でっかいしゃもじが。うわ、これはすごい。うわ、でっかいしゃもじありますね。いやいや、なんで走るんだよ。でっかいしゃもじありますね。大きさわかんないぞ、大きさが。やっぱしゃもじが名物なんですよ、いごちこ。かき、あれがフライ。お地蔵さんとかね。あ、また顔入れるやつある。顔入れさせてちょっと。いや、ちょっといっぱい観光客の方がいっぱいですからね。いやー、すごいですけども。いろんなお面がね、のお面とか。あ、なんかね、小物が、小物屋さん。ここで結婚式で宮島小物屋さんがね。わ、穴子まんとかの穴子まん。牛まん。穴子まん行かなきゃダメでしょ。お前、その前に牛まんって言ってたらやろ。穴子まんやろ、宮島やねんから。手焼きせんべいとかね。あ、どうも、どうも、どうも、さす。あ、見て、牡蠣をあそこで焼いてますよ。熟、大丈夫です、大丈夫です。大丈夫ですね。時間ないんでね。いろんなお漬物、いろんな地域が。うどんも結構いいんじゃないですか、これ。うどんは東京にもありますから、大丈夫です。すいません。薬局とかもね、こう生活から。いっぱいありますけどもね。ちょっと、まだあるから。しゃもじ専門店ですよ。手書き、しゃもじに手書きしてもらってストラップできると。すげえしゃもじ。いや、しゃもじ映さないの、全然。いや、ちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ちょっと、ちょっと、ね、警察もね、ちゃんとあってね。ちょっと喫茶店寄っていこうよ。かわいい、かわいい。看板ですね。ちょっと、いろいろインタビューとかしようよ。看板娘。しなこさん、気をつけてくださいよ。あ、まだ、握り店って結構やっぱあるんですね。いや、いっぱいありますね。握り店ありますよ、なんか。あ、握り店。握り店ありますよ。握り店って何なんでしょうね。握り店食べましょうね。
美味しいですか、握りて。謎のままですけども、ね、やっぱもみじまんじゅうやわ。こうやってね、機械でこう作ってるんですね、もみじまんじゅう。すいません、よう日焼けされたお父さんでありがとうございます。あ、鳥居のさ、あの模型ちょっといいじゃん。ねえ、いいですね、鳥居のフィギュア欲しいわ、やっぱり最終的にはもみじまんじゅうなんですね。もみじまんじゅういっぱいあるんだ、ちょっと、あ、ここいろいろお土産あるからさ、あ、しゃもじは買わないとダメとか、しゃもじね、買いたかったですね。いや、夫婦円満とか買いたかった。いや、ちょっと買いたかった、買いたかった。はい、到着。はい、到着。ストップ、そこです。いやちょっと待ってください、あの自転車なんすか。いや、なんで自転車に時間割くんだよ。すごい自転車、普通の子供の自転車でしょ。すごいですね、やっぱね、宮島最高。いや、いっぱい見るとこあったよ。これがヒゲ任せ名物高速商店街レポート。ただ、中野さん、ここ長すぎるわ。長すぎるわ。